ざめになられます。やっぱり戻ってきた。対象範囲は例のホテルです。ただこのわけのわからないホテルの秘密も、もう少しではっきりするかもしれない。そうだ、まずはそれを確かめるんだ。ごめん、ちょっとだけ待っててくれ。このホテルは普通じゃない。外の見えない窓、開かない。絶対に開かない入り口。そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。私はただのナビゲーターですから。何か困ったことがあったらナビゲーターを。あいつに聞けばきっと何か分かるはずだ。何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。このホテルのことなら本当に何でも分かるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル何なんだ？ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界？わかりやすく説明しましょう。驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶をもとにした仮想現実世界を構築することが可能となります。それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、被験者の記憶を追体験することができるようになります。簡単に言えば仮想現実世界で被験者自身になれるのです。ゲームで言えばプレイヤーにあたるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。俺って？質問は後回しにさせてください。時間がありませんので。被験者の記憶を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって、被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。ですので捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動を取ることもできるのです。つまりこの世界は捜査員の選択によって様々に分岐していく記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともと
このカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。警察からの要望？ただそこで予想外の事態が起きてしまいました。現在カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。しかもそれは時間とともに進行しています。それに本来であればカムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはずですが、今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ俺の記憶喪失って さらにハッキングによるプログラムの書き換えによって、本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。このままでは仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなればあなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。でも戻るってどうやって？あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたよね。あなたが死ぬたびに何度も死んだ後、いつも頭に浮かんでたあれか。あそこで終了するを選んでいれば、あなたはいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻すことができました。ですこの世界の真実に信じたいです。あなたは続きを選び続けていた。ただこれ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 危険です。繰り返します。一刻も早くこの世界に出会えることを推奨しましょう。
女の死を受け入れたくなかったから。彼女にもう一度会いたかったから。俺がこの世界でいくら何をしても君はもう戻らない。ここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。だったらこれ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに、君はもう死んでいて助けることもできないのに。どうすればいいんだ。